ビバント、坂井正人の義の母は別班指令、ドラムとチンギスの温泉旅、行天考察爆笑ポストを沸騰。松坂通りクロスは驚きの白さを求めてる。9月3日、坂井正人49主演の連続ドラマ、ビバント TBSK の第8話が放送される。ビバントは自衛隊の影の重報組織、 別藩の一員である乃木友女、堺を主人公に描かれる、半沢直樹で演出を務めた TBS の福沢勝夫氏が原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。謎、伏線だらけの本作は、考察が X、Twitter などでおお盛り上がりを見せているのだが、真剣で、新送っていそうな考察だけでなく冗談半分の陳説 さらには役者の人気や過去作にちなんだネタポスト、投稿、模索間に行われており、多くの視聴者が楽しんでいる。以下、ビバント第7話までのネタバレを含みます。ビバントはドラマ自体がめちゃくちゃ面白いのですが、同時にドラマファンの SNS での考察、関連投稿も面白いですよね。ドラマを見て楽しみ、その後、 X など SNS でも楽しめる。二重に楽しめる作品になっていますよね。興味深いところで言うと、例えば、本作は林健人さん、32、演じる友女の父、野義拓が40年後の現在、役所工事さん、67、演じるテロ組織テントの創設者のゴーンベキとして君臨していますが、そこから連想して、 実は母親も同じような展開があるのでは、という大胆な考察も行われています。テレビ誌編集者以下同。遊女の母親でありたくの妻である野木明美、高梨林34は40年前にバルカ共和国の内乱に巻き込まれ、左肩を打たれて、その後、死亡している。しかし、 あくまでも撃たれただけで死亡した場面は直接描かれていないため生存説もあるのだ。そして現在の時間軸で登場している年配の女性は木村緑子61が演じている別班の司令官桜井のみ。ちょうどテロ組織のリーダーと国防組織のリーダーという構図になっていることも手伝ってもし司令が死んだとされている野木場だったら 父と息子だけじゃなくて組織として夫婦が対立の構図も作れるけど、それはさすがに盛りすぎかと朝起きて考えてしまいました。指令、木村緑子さんが乃木の母で、実は壮大な夫婦喧嘩だったりして、といった声が X にも寄せられているのだ。